こんにちは。簡単動画入門です。今回は動画編集ソフト、ショットカットの使い方に対するコメントへの回答を今からしようかなと思います。えっと、今まで、えっと、ショットカットの使い方っていう、まあ、全般的な使い方の紹介の動画と、それからそこについたコメントへの回答動画っていうのをもう一本作ってます。えっと、前回の回答動画が、動画が えーズーム機能使えないのかっていうのと、えー、テキストを自由に出したり消したりできるのかという二ついただきましたで今回時間が少し経ってまた、えー、コメント溜まってますのでそれに答えていきたいなと思います一応各コメントにも返信はしてるので解決してるとは思うんですけどもまあ動画での方がわかりやすいかなと思ったので、えー、作っていきたいと思いますでえっ、ー、と一つ目の質問が えっと、パソコンの画面によって、えっと、例えばこのタイムラインがすごく小さくなってしまって見えづらいだとか、このフィルタの部分が、えー、小さくて、えー、文字がなんか何書いてるかわからないとかいう方がいました。で、えっと、ショートカットって、例えばタイムラインのこの微妙な間にマウスを持っていくと、上下にこう、 移動できます。上はちょっとあの制限あるんですけどもし下になっている場合は上にこう移動させると見え方が変わりますあとこの各フィルターとかの右上ボタンを押すと窓をこうやって分けることができますで場所をこうやって変えるのも可能なのでもし例えばこのフィルターが見えづらいなってなった場合はここのボタンを押して分離させて、えー、例えばちょっとサイズを大きくしみるとか で、また元に戻すとかいうふうなやり方が一つできるのかなと思います。で、えっ、ー、と、二つ目ですが、えっ、ー、とですね、これはちょっと回答で、えー、うまくいったかわからないんですけど、一応念のため、えっ、ー、と、一回編集をこのショットカットでして、 でえー、ともう一回、えー、プロジェクトを開いた時に、えー、ときにかタイムラインとかせっかく作ったプロジェクトが壊れてしまった場合っていうのがあります。それの原因としてよくあるのが、えー、とプロジェクトに使った動画素材とかを、えー、と位置を編集後に変えてしまったもしくは、えー、使っていた素材を消してしまった場合、えー、とショットカットがその、えー、ファイルがわからなくなってしまってエラーが出る場合があります。 でその場合は、えー、と消してしまった動画の復元もしくは、えー、と移動してしまった動画を元の位置に戻すとか、あとまあもう一回ショットカットに、こ,この動画はこの場所にありますよって教えてあげるなどのやり方がありますで。これはどの動画編集ソフトでも同じなので、えー、と動画編集するときは必ず、まあ、あの例えば Windows であれば、デスクトップとか、まあ、どっかのハ,ードウェアのハードドライブの中に、 えー、動画のの専用のフォルダを作ってで例えば日付、えー、2020年、えー、3月10日アンダーバー001とかで毎回フォルダを変えて素材を保存しておけばそういう、えー、なんか場所がわからなくなるようなことないと思うのでおすすめです。 で次は、えっ、ー、と、前回紹介した、えっ、ー、と、このテキストを映像自体の上に載せるんではなくて、えっ、ー、と、トラックをもう一個作って、その上にテキスト単体のデータを作るという紹介したんですけどもで、その後そのテキスト単体をフェードアウトさせると、 えっと、なんか H 部分が一瞬残ってしまいますっていうのがあったんですけども、それちょっとわからなかったんですが、えー、その方が自力で解決してくださったんで、その方法をここでも紹介します。でまず、えっ、ー、と、映像トラックを追加ですね。右クリックして映像トラックで V2 を作っておきます。で、次ファイルに行って、えー、その他を開く。で、テキスト、えー、うん、物園に。 やってきたとか、なんか適当に入れて、今ここに文字が表示されているので、なんか適当に配置して、で、プレイリストでプラスをすると、これで、えっと、このトラック2に文字が表示されましたと。 でこの状態で V2 に入れたテキストをクリック選択して、えっ、ー、と、フィルターを追加。で、ここの映像の、えっ、ー、とですね、フェードアウトっていうのをつけると、フェードアウトが一応つくんですけど、これが再生してみると、黒い枠が最後まで若干こう残るという謎の現象が 中の白は消えてるんですけどっていうのがあったので、えー、このフェードアウトではなくて映像のエフェクト不透明度っていうのを、えー、追加しますでこれまたちょっと難しいんですけどこのレベルを下げるとかって透明度がき、えー、100から0でこう消すことができますただ これにアニメーションというかあのキーフレーム打たなきゃダメなのでやり方がちょっと慣れてない方は難しいと思うんですけどまずこのこの位置からフェードアウトさせますというところを選択してあげてでこのキーフレーム用の時計マークがありますこれ一回打ちますで今ちょっと右側に、ね、このキーフレームの窓を出してるんですけども ここに今、ひし形のボタンが打たれました。で、次に、一番後ろに行って、今、キーフレームが打てる状態になっているの、この100%をこう0に変えてあげます。で、数字を変えるだけで、今度は勝手にここにキーフレームが今、打たれました。でこれを試しで再生すると、こうやって、ふわーっと、 この開始位置から終了点まで、えー、不,不透明度が100から0に変わるというアニメーションができ,できるようになっていますで。このキーフレームもクリックして、こうやって位置を変更したりっていうのも可能です。はい。はい、で、次はトラック、今、初期段階だと映像トラックが1つなので、この上に、えー、トラック2を作って、ちっちゃなこう小窓を。 作るというようなやり方も解説します。やり方が、えー、このタイムライン左側のマスター、右クリックして、えー、映像トラック追加で V2 を作ります。でここに、えー、と上に乗っけたい、えー、動画を乗せて、よいしょ、まあ、適当に短くして。 で今、えっと、V1 の上にこの V2 の鳥の顔のアップが載ってるので、V2 の方が優先されて、えー、表示されてます。この状態だと下が完全に見えなくなってます。なので、この V2 の鳥の動画をクリックした後に、えー、フィルター追加。で、これもお気に入りに入ってると思うんですけど、サイズと位置ですね。これをクリックしてあげます。で、えー、っと、サイズを、 こうやってプレビュー画面上で変更できます、簡単に。ちっちゃくしてこう、真ん中の丸いところをクリックしたままで移動ができます。でこの状態にするだけで、こうワイプ、よくあるあるのテレビでよくあるようなミニが簡単にできちゃいます。こんな感じですね。はい では、えっ、ー、と基本的な動画編集、この、えー、ショートカットの使い方は、えー、ここの詳細欄でも一応載せてます。で、他に何か質問があれば、えー、動画編集ソフトショートカットの使い方に、えー、とコメントをいただければ、わ、えー、かる範囲で、えー、回答していきますので、よろしくお願いします。で、一応、あの、 早めに回答できるときはコメントでテキストで返すんですけど、中にはやっぱりあの、動画見ながらじゃないと分かりづらいなっていうのがいっぱいあるので、で、その場合はちょっと、あの、遅れてですがまとめて、えっと、回答動画を作っていければなと思います。はい。それでは、えー、簡単動画入門でした。